雲の中では何が起こっているのか、雲をつかもうとしている話。荒木健太郎の新刊、ついに発売日です。今日発売日です。ということでね、もう昨日届いたっていう話で、もう手に取ってる人も多いと思うんですけど、今日から本当大型書店じゃなくても、リコー書のコーナーがある書店さんだったら多分置いてると思います。話によるとですね、もう書店側から出版社に問い合わせが行ってるというぐらいの反響らしいです。もうそれで出版社の方は嬉しい悲鳴で、廃本っていうんですけど、その各書店さんに何冊ずつ分けるかっていうね。でそれに考えあぐねて、むしろ大変なぐらいだというようなことを、本当ね、考えられない話なんですけど、実際にそういうことが起こっていると、まあ、この本の力からすれば、まずはですね、第1回戦はそこは突破してほしいと思ってたんですけど、まあそこは超えたという感じじゃないですかね。まず間違いなく早いうちに重版になると思いますけど、まあプレミアになるかどうか分かんないですけど、初版を持ってるっていうのはですね、いいと思います。それでアマゾンのですね、本も、また素晴らしい順位になってきてまして、600位ぐらいですかね、総合で600位ですかね。もう新書とかでも700円とか500円とかの新書、安い新書ありますよね。ああいうのがたまに自然科学系でも900番台、800番台に入ってきたりしますけど、温暖化関係とか、ああいう感じですよね。でもまあそれをあっさりと抜き去るような順位ですよ。で、見てほしいのはですね、まあもう順位はいいんですよ。順位は良くて、レビューがもう発売即日5件も入ってるというですね、それすごいことなんですよね。まあもちろん先読みしてたから大体内容が分かってて、それを届いてその瞬間読んだっていうのはあると思うんですけど、それにしてもやっぱり読みやすさがどれだけ読みやすいかってことだと思うんですよ。まあね、全部読んでレビューしてんのかっていう疑いあるかもしれませんけど、これね、本当は僕はね、疑ってないんです。そこはしてると思います。それはレビュー見てもらえれば、これは読み込んでないと書けないというレビューになってますから、自分が先読みを読んでコメントして、あ、こう直ってたっていうところとかね、意外に先読み版では気づかなかったところとかってあると思うんですよね。で、そういうことっていうのを、まだレビューしてない人もですね、ぜひしてみてほしいんですね。そうすると、それはもちろん著者のためでもあります。この本が広がっていくためでもありますけど、何よりも、せっかく1000いくらかけてこの本を手にしたと。ってことは、それはやっぱりこの本の価値を得たいと思って手にしてると思うんですけど、この本の価値が絶対上がるんですよ。レビューしたら倍に、2倍3倍ってなってくんで、レビューすればするほど手にしたものの価値って絶対上がりますんで、そういう見方でちょっとレビューしてみていただけたらなと思います。もう本当にね、別に何て言うんですかね、全部読みましたじゃなくてもいいです。僕はやっぱり気に入ったところの章から読んでもらったらいいかなと思うんですよね。自分が気になるところ、自分にとって必要なところがあると思うんですよ。で、そこの印象を感じたことを素直に書くのが僕は一番いいレビューかなと思います。で、これ読んでて、読み直そうと思うんですけど、ちょっと僕が子供の頃にですね、家庭の医学っていう、本当に何ですかね、健康に関する辞典みたいなすごい分厚い本が各家庭で必ずあったんじゃないかなっていうのがある。知ってますかね。もう多分あんまりどこも置いてないっていうか、誰も持ってないと思うんですけど、それはもう要するに家庭の医学がどこの家にもかつて必ず一冊あって、である程度最低限のその常識的なところっていうのが、基本的な知識みたいなものっていうのがきちんと広まって、で、その上でやっぱりネットでの情報であるとか、
あ、個別の何て言うんですかね、同じ医学でも個別のところに立ち入った本をそれぞれあの生活スタイルに合わせて買うようになっていったっていう風にですね、時代がなっていったと思うんですけど、まあ、それでだと思うんですけど、でも気象学に関しては僕今そこに到達してないと思うんで、要するに医学でいうところの家庭の気象学ですよ。だから一家に必ず一冊持っといて、このシチュエーションだったら今どこを読めばいいのかと開く、そういう時に手をにしてみるとかですね、そういう風な使い方もありかなと僕は思いますね。あのもちろん単純にサイエンスエンターテインメントみたいな感じで、まあ、子供と一緒に楽しんでもらうのもありだと思いますし、でもなんかそのちょっと、自分の住んでる場所あるいは自分の近しい人が住んでる場所で、激しい気象があって大変な状況だということがあったり、まあ、いろいろすると思うんですけど、そういう時に、まあ、いろんなその行動の取り方ってあると思うんですけど、あのまずこの本のどこかにそれがあると思いますので、あの開いてみて、で自分の行動のベースとなるところっていうか、その判断基準のベースとなるところみたいなのをあの確認するみたいな、そういう使い方もあるんじゃないですかね。ということでですね、まあ無事発売されましたんで、ぜひ皆さんバンバンレビューを書きましょう。それで、一部僕みたいにですね、動画でレビューしてる人もいましたけど、動画はいいです。生のなんていうか取り繕ってない感じの方が僕は著者にとってはですね、本当に励みになりますし、綺麗なことを言わなくても本当に思ったように話したらいいんじゃないかなと思うんですけど、ということで天気とし雲の中では何が起こっているのかっていうことをですね、まあ、雲の中で何が起こっているのかちょっと想像してみながら、レビューを書いてみてはいかがでしょうか。それではまた明日。